親が〇〇したら子どもの成績が69点アップした方法についてあなたは知りたくないですか？成績アップ、受験に合格、子育ての悩み解決、家族で笑顔に、思春期の子育てアドバイザー西山健、思春期の子育てチャンネル。どうも、思春期の子育てアドバイザーの西山健です。うちの子全然成績が上がらない、このままだと受験が不安、こんな悩み持っていないでしょうか？もしこういった悩みを持っていたら、ぜひ今日の動画最後まで見ていただきたいです。というのも、今の状況ですね、これが何で起こっているのか、いろんな原因あるんですが、結構親の関わり方、ここがちょっとずれていることが原因で成績が上がらないっていうことがね、本当によくあるんですよね。で、今のこの上がらない状態が続いていくと、当たり前ですけど、やっぱ受験、これもうまくいかなくなってしまいます。そこで今回は、あるお父さんお母さんがですね、お子さんに対してちょっとしたこのアプローチ方法、これを変えただけですぐに成績が69点上がったという事例があるので、これをベースにどういうふうにね、子どもの成績を上げていけばいいか、ここを具体的にね、ステップ形式でお話をしていきたいと思います。このやり方を意識していただければ、間違いなくね、お子さんの成績も上がるはずです。一方で、今成績がなかなか上がらず悩んでいて、その間違ったサポートをね、続けていると、永遠にね、成績は多分上がらないと思います。で、それならだけならまだいいですけど、ひどい場合はですね、本当に親子関係が悪化して、子供がね、不登校になるとか、スマホゲーム依存になるとかってこともね、十分ありえますので、ぜひそうなる前に今日の内容を意識してみてください。はい、改めまして、春季の子育てアドバイザーの道山圭と申します。このチャンネルではですね、子どもの成績の上げ方、受験対策とか、あとは不登校、スマホゲーム依存の悩みなどを幅広くね、お話しするチャンネルとなっております。もともと教師をしていてですね、今は延べ1万組以上の親子の勉強や子育てをサポートしてきた、私がですね、日々いろんなね、テーマについてお話しておりますので、もしよかったらチャンネル登録やグッドボタンなどで応援していただけると嬉しく思います。はい、じゃあ早速いきますね。まず大前提として、どのようにね、子どもの成績を上げればいいかっていう話をちょっとしていきます。で、結構ね、いろんなね、やり方、本とか調べたりね、YouTube で発信されたりしている方もやっぱ多いので、いろんなこうテクニックがあるなというふうにね、思われる方多いのではないでしょうか。ただ僕がね、こういろんなサポートしてきた結果、基本的には今から言う3つ、もうこれだけやっておけば基本的には子どもの成績って上げられます。上がらない場合はこのやり方がちょっとずれているか、もしくは余計なことをやって逆にうまくいかなくなっちゃっているか、基本的にこのどちらかのパターンです。じゃあその3つって何かっていうと、ステップ1、まず愛情バロメーターアップです。愛情バロメーターって何かっていうと、親の愛情が子どもに的確に届くと、子どもの心の中の愛情バロメーターという数値が上がります。で、これが上がると、子どもはですね、気力が出てきます。その例えば勉強を頑張ろうと思ったり、スマホ、例えばね、学校に行こうっていう気力をね、ちょっと出てきたりとか、いろんな気力が出てくるんですね。だからようやく勉強も頑張れるようになるわけです。で、じゃあどうしたらこの愛情バロメーター上がるかっていうと、お父さんお母さんの愛情を子供に的確に届ける、つまり子供が求めていることですね、これをたくさんやってあげると子供は愛情を感じるんですね。例えば、子供がね、なんかご飯作ってほしいって言ったら作ってあげるとか、そういったことですね。それをまずやって良好な親子関係を作っていく、これがステップ1です。で、次にステップ2が動機づけです。これ何かっていうと、やっぱりほっといてね、何もしなくても勝手に勉強する子はね、基本的にはね、いません。お父さんお母さんが上手にこうやる気を引き出すことで初めて勉強するようになるんですね。これはちゃんと親がやらないといけないです。どのように引き出していくか、これも本当にいろんなアプローチ方法があります。例えば子供と一緒にね、なんか将来やりたいことを見つけて、そのために勉強が必要だよって話をして、ちゃんとここを結びつけてね、子供のやる気を引き出してもいいし、あともうちょっとちょっとしたね、ご褒美、これをテストごとにちょっと作って、そのご褒美をね、手に入れるために一緒にね、こう勉強頑張っていくみたいな、そんな仕組みを作ってもいいし、さらには、高校とかね、大学みたいな、そういった、進路ですね、これを明確にして、そこに入りたいっていう目標を持たせて頑張っていくとか、そんなんでもいいし、いろんなやり方があります。
だからこれは確実に親がやらないといけない部分ですね。そして最後3つ目、脇役サポートです。これ何かっていうと、まあ、子供がですね何か親に求めてくる場合、例えば勉強を教えてほしいとか、ちょっと丸付け手伝ってほしいとか、そういう時のみ親が勉強を手伝ってあげてください。で、基本的に求めてこない場合は無理に手伝うと、これ過干渉になってですね、ステップ1の愛情バロメーター、これが下がっちゃうんです。その結果勉強、逆に成績って上がらなくなっちゃうんですよね、だから親は常に脇役に努めておく、ここがねすごく大事なポイントになります。何度も言うように成績が上がらない場合はこの余計なこと、例えば親が口出しをたくさんしちゃっているとかね、そういったことが多いので、ここをちょっとね直していくってことが大事になります。はい、でちょっと事例紹介すると、こちら古川さんという方なんですけど、2学期の中間テスト、5教科合計229点でした。で、学年順位168位だったんですね。で、まあ、そんで悩んでいる時に、まあ、僕がねこう成績を上げ方をねいろいろサポートしていくオンラインプログラムがあるんですけど、これに参加をしてくださいました。で、その結果3学期の期末にはですね、なんと5教科の合計が298点で、学年順位121位まで、すぐに上がったということですね。はい、で、どんなじゃあサポートしたのか、まあ、実はこの3ステップに、まあ、合わせてやっていっているわけですけど、これをちょっと具体的に説明していきます。はい、まずこの古川さんが行ったサポート、まあ、主に3つあるんですが、そのうちの1つ目、子どもの要求をできるだけ聞くようにされました。これさっきも言いましたよね、この愛情バロメーターを上げるためには子どもの要求をとにかく聞いてあげることが大事だよと、うん、古川さんの場合は例えば子どもの好きな料理を作ってあげたりとか、あと子どもがね連れてってほしいといったところに連れてってあげるとか、こういったことをやられたそうです。はい、で次2つ目、過干渉をやめるように意識されたそうです。これも先ほど言いましたね、子どもの成績が上がらない親は余計なことをやっているよと、つまり子どもが求めてもいないのに、あれした方がいい、これした方がいい、もっと勉強しなくていいのとか、こういろんな声をかけてしまうんですよね。で、まあ、古川さんもそういったような状態だったので、もう先走って子どもを支持するのをやめたそうです。で、最後3つ目が、一定期間わからないところを質問できる塾に入れたそうですね。これどういうことかっていうと、この脇役サポートっていうのは、まあ、子供が求める場合親は手伝ってあげていいって話をしたと思います、で、子供が何を求めるかは一人一人違うわけですよ。例えば子供によっては、勉強をねちょっと塾で教えてほしいから塾に入りたいっていうような要求をしてくる子もいます。そういった場合はそれを入れてあげるっていうのがこの脇役サポートになるんですよね。まあ、古川さんの場合 もうお子さんがねこう塾を望んでいたので、まあ、一定期間だけそこに入れるようにしてあげたってことですよね。まあ、その結果愛情バロメーターも上がって、で脇役サポートもちゃんとやったことで成績が上がったということです。なのでもう皆さんね、一人一人、まあ、いろんな事例ね過去にこの動画の中でもまあ紹介しているんですけど、皆さん基本はこの1番2番3番のどこかをやって直すとか、どこかを加えるとかね、そういうことをやるだけで実は成績って簡単に上がっちゃうんですよね。はい、で、逆に成績が上がらない方は余計なことをしているって話をしました、じゃあどんな余計なことをしている方が多いかってところをねちょっとお話ししたいと思います。まあ、これは僕がこれまでに、まあ、教師時代とあとは教師辞めた後に、まあ、1万組以上の親子をサポートしてきた分かったサポートしてきて分かったことです。これ何かっていうと、まず1つ目、これ古川さんもねついやっちゃっていたというふうにね説明しましたけど、子供が求めていない口出しですね。もっとこうやった方がいいんじゃないのとか、これやっちゃってる方非常に多いです、じゃあこれどうやって見極めればいいかっていうと、子供に対して何か声かけをした時の子供の反応を見てみてください。その時に普通に喜んでいるとか、あと子供が納得している場合ですね。例えばじゃあそろそろ宿題やらなくていいのって言った時にね、子供がそうだ忘れてた頑張るよと言ってちゃんと納得してやる、だったらこれ別に余計な口出しになってないんですよ。でもそこで子供がもううるさいなと、もうほっといてよみたいなことを言っていたら、これ余計な口出しになっているんですよね。子供の反応を見て嫌がっているような口出しだったら基本的にはやらない方がいいです。じゃあちなみにどうやって宿題やらせればいいのって話なんですけど、これはさっきも言ったように、このちゃんと愛情バロメーターを上げた上で、宿題はね動機づけというよりも、これは説明ですよね。宿題は学校のね先生とこう
約束だからちゃんとやらないといけないよねと、うん、だからちゃんと宿題終わってから例えばゲームしようねとか、そんな感じでちゃんとルールを決めていけば、子供は、ね、やれるようになっていきます、うん、だから叱るんじゃなくてルールを決めるって方が大事ですよね。はい、で次2つ目、子供が求めていない支援、これもしてもね結構成績はね下がっちゃいます、まあ、よくあるのが行きたくない塾に無理やり行かせるっていうパターンですよね、うん、まあ、古川さんの場合はお子さんもねちゃんと納得して、行きたいと言っていたから塾に入れたと、それだから成績が上がっているだけで、これ行きたくないのに無理やり入れても基本上がらないので、これは注意してください。で最後3つ目、イライラしながら勉強を教えるっていうパターンですね。はい、まあ、この脇役サポート大事だよって話をしました。で子供からねこう勉強を教えてほしいといった場合はもちろん教えてあげてほしいんですけど、この時に子供はですよ、やっぱり楽しく教えてほしいんですよ。でもイライラしながら親が教えていたらやっぱ気分良くないですよね、うん、そうするとせっかく子供は親に勉強のやり方を教えてほしいと求めていたのにやっぱ後悔するんですよね。あ、お願いしなければよかったと、うん、そうなると結局成績上がらなくなっちゃうので、もしねどうしてもイライラしてしまうんだったらもう自分で教えずに塾とか家庭教師とかをね利用された方がいいかなと思います。はい、ということで、まあ、こういったね古川さんも学んでいただいた子どもの成績を上げる流れですね、まあ、今回さらっと3ステップでお話ししましたけど、もう少し具体的な声かけ方法とか、あとこういう勉強のやり方をすると成績上がるよっていうね具体的なやり方とか、短期間で覚えられる記憶の方法とか、まあ、いろいろテクニックあるわけです。この辺については僕が無料で配信している7日間で成績アップ無料講座、この動画の右上もしくは概要欄からチェックすることができます。この中で詳しくお話ししておりますので、まだ読まれてなかったらこちらも参考にしてみてください。